アレクシアは、イタリアリグーリア州のラスペツヤ出身の歌手、アレクシアの名での活動で知られる。1990年代にユーロビートの英語曲を歌い、多くの国際的ヒットを生み出した。2000年代に入ってからはイタリア語での歌手活動に、1000年、2003年のサンデモ音楽祭で優勝する。これまでに700万枚以上のレコード販売を記録している。 リグリア州のラスペツヤに生まれる。幼い頃から歌のコンテストに定期的に参加していた。1989年、イタリアのレーベルユーロンナージーで働き始める。1年後にドバレーベルの音楽グループアイス MC のシングルチネマスクリームでバックボーカルとして活動後、1990年にプロデューサーのホベルトサネッティの協力により、W や アイス MC のバックボーカルとしても活動を行う。特にアイス MC の曲の多くで起用された。アイス MC がドバレーベルを離れた後、ロビックスはメアンドユーを彼女に提供し、この曲は国際的に大ヒットし、翌年には代表曲となるサマーイズクレイジーとナンバーワンと国際的なヒットを連続して生み出した。1997年の初め、 アレクシアのデビューアーティストアルバム、ファンクラブ、インターナショナルシングル、アーラララをリリース。ユーロダンスであった彼女の以前のシングルとは異なる、遅いポップトラックの本曲は、1997年のヨーロッパの夏のアンセムとなり、スペインで1位を記録するなど多くの国で大ヒットを記録した。1998年、彼女の過去のシングルのいくつかをリリースしていた。 五会社ダンスプールを通じてソニーミュージックと契約。過去の曲のリミックスがリリースされ、イギリスやオーストラリアでもヒットを記録した。ヨーロッパではセカンドアルバムザ・パーティーのファーストシングルギミー・ラブをリリース。しかしながら路線変更により一部のファンを失望させた。同年の後半にザ・ミュージック・アイ・ライク・ナンバーワン・キープ・オン・ムービンがヨーロッパ全域で リリースされた。1999年には3枚目のアルバムハッピーがリリースされ、シングルグッバイとハッピーがリリースされた。レーベル会社をエピックに変更し作成されたホグアルバムは以前のアルバムほど成功しなかったため、彼女のキャリアはイタリア国外で衰退し始め、英国でのグッバイのリリースは延期され、最終的にキャンセルされることとなった。 彼女のすべての国際的なシングルのコンピレーションと新曲 T.I.R.M.T.I.R.M. o を加えたザヒッツリリース。リリース直後にアレクシアはユーロダンスのジャンルを超えオーディエンスを拡大したいと考えドバとロビックスの元を離れることを決断する。2000年11月、ジャンニモランジとデュエット曲シングル Non イデ i d メン Amenti e r o をリリースした。2001年に 4番目のアルバム MAT4MUSIC がリリースされた。これは彼女が共同制作した最初のアルバムで2つのシングル Money ー n y と s u m m e r v s はイタリアでのみリリースされたが母国では以前ほどの成功を収めることはできなかった。アレクシアはユーロダンスを放棄し、ほぼイタリア語のみで歌手活動を行うことを決める。 2002年のサンレモ音楽際に初めて出演し、5枚目のアルバム、アレクシアに収録されていたジンミカムでニ位入賞、イタリアでも4位を記録する。海外のファンのため、アルバムの英語版をリリースし、ドンチューノーはフランスとオーストラリアでスマッシュヒットを記録した。翌年、サンレモ音楽祭に、 再び参加し2003年のアルバム、イルクオーレ、A モードミオ収録のパーディールディーノーで優勝する。2004年にアルバム、リッ、オッキグランディー・デラ・ルーナをリリース、イタリアで17位を記録する。2005年にアルバム、ダー・グランデをリリース。リードシングル、ダー・グランデは2005年のサンデモ音楽祭で女性のカテゴリーで2位に入賞する。その後、 二年間の活動停止を経て、2007年に新しい曲と彼女の最初のデジタルダウンロードシングル、d o o d ゥをリリースするも、発売後、ソニーミュージックとの契約を解除した。アレクシアイン2008-2008年に新しいレコード会社と契約し、四年ぶりのスタジオアルバム、ALE をリリース。2009年、再びサンデモ音楽祭に参加し、マリオ・ラベッチとのデュエットした。 ビアンカネーベをその後、リリース、イタリアで、大ヒットした。アルバム、エールシーがリリースされ、本作には、再録音された、エールからの3曲、英語で再録音された2曲、および2つの新曲が収録された。2010年6月22日、アルバム、スターズをリリース。2013年リリースのアルバム、イーキャンツオニシュミーには、 サマー・イズ・クレイジーの新バージョンが収録された。2015年、イタリア語のニューアルバム、スープ・オイ・セ・ボイをリリースした。2005年10月、アレクシアは、ジョルジオ・アルマーニのおいであるアンドレア・カメラナと結婚。2007年2月には、最初の子供である娘のマリア・ビットーリアが生まれた。ABCDEFGHIJKL、インターナショナル・ピークス・ハット・サラベリー。 フェルナンド、ソロエクシートス、アニョ、エアニョ、1959-2002、スペイン、ファンデーションウトアスキー、ISBN8480486392、ロバーツ、デビット、ブリティッシュヒットシングルスアルバムス、ロンドン、ギネスワールドレコーズリミテッド、ISBN1 から90万4994から10から5、セルタフィケーションスシングルスアラザンアネ1997、 シンディキャット、ナショナルデール、アディション・ファナラフィック、2012年3月25日、閲覧。ガルド・プラティーナ、1987から1998。インターナショナル・フェデレーション・オブ・ザ・フォーナグラフィック、インダストリー・オブ・スウェーデン、2012年3月25日、閲覧。 https://books.google.it/.books i d s a r e i n v e r g p r i n t s e c f r a n c a b e r d q b i l l b o a r d 2 0 0 0 h l i t s a x b e d r e a c h にくじーブル4バックスココド 9", ザップ 896weatherv="onepag&9="wireccia&", f="forcehatco-metumivuoi-acharts.co、e」ありがとうございます。